春真っ盛り、飲んだくれです。高尾駅から小仏行きのバスに乗ってこの浦高を来ました。でね、ここに来たってことは焦げ沢林道なんですよ。でもね、今日はね、焦げ沢林道を歩くのはほんのちょっとで、2022年の12月にね失敗した矢倉沢、今日はねそこをねぐっと登ってって北高尾山稜の富士見台、今日はリベンジやってやろうと思うんですよ。まあいろいろとね、あれから私の方も情報を仕入れたんで、今日はね何としても行ってみたいと思います。では出発しましょう。この梅の里入り口ってバス停はね、小仏から高尾に行くバスしか止まんないんですよ。でここの広場ね、なんとね野菜の無人販売所でしてね、いろいろとあるんですよ。切り干し大根に鷹の爪、野良棒、ちょっとねここで買っていくと荷物になるし、これどうやって調理していいかちょっと私は分かんないんですよね。まあ、鷹の爪はねペッパーミルありゃうちで一味唐辛子にできたんですが、ちょっと持ってないんでね、ちょっと今日はね特に買うもんがないですね。じゃあね、こっからとりあえず焦げ沢林道に行きましょう。まあ、すぐそこなんですけどね、もうここからね入り口が見えてます。あれが焦げ沢林道への入り口です。歴史あるアジナ橋ですね。で今の時刻は11時41分、ちょっと遅いですけどね、まあ、今日はね矢倉沢登るだけなんで、ではここから行きましょう。小文社の地図によるコースタイムだと、焦げ沢林道からその矢倉沢のね沢登りの道1時間なんですよね。上りで下りが30分っていう、まあ、すごいね差があるということは相当にきついって、まあ、前回ちょっとほんの触りだけ来ましたけど本当にきついですよ。まあ、今日はね覚悟してんでいいんですけどね。そこそこ高さを稼いできてますよ。この中央高速ね、これくぐってからがまあ山って感じですね。相変わらず通行止めのね立て看板立ってますね。まあ、土日は通れるっていうのは調べてあります。こんな感じですからね、最初来た時はね高速道路の管理用の道路みたいでなんかつまんなそうだな、やっぱり失敗したかな来たのはとかね思ったんですけどね、でもこれどんどん行けば行くほどねいい味が出てくるんですよ、この焦げ沢林道ってのは。今絶賛工事中なんでね、がっつりこうロープ張ってありますがね、歩行者は土日通れるっていうのは調べてあります。ここが起点です。ではね始めましょう。よっと、よいしょ、ね、こんな風にね、なってんですよ。沢の音いいですね。林道って言ったらねすごい単調でねやってらんねえよ退屈だよなんてそういうイメージあるんですけどね、この焦げ沢林道はねなかなかに表情豊かでいいんですよ。だいぶ日差しもね暑くなってきて、日向歩いてるとね結構かなわんもんがありますがね、それと並行してね暑くなってくるとどんどんね木がね葉っぱが茂ってくれるんでいい感じにね木陰ができるんですよ。山はねこれがいいんですよね。夏の山なんて暑いよ暑いよなんて思っていても、こういう風に木陰ができるんで、海の方がねもうカンカン照りに照らされてね逆に暑かったりするんでね、ただ山はね登るのにね結構暑くなるのがね。そろそろですね。そうですね、これがね矢倉沢ですからね、こっからね、そうこれですこれです。他の人のねブログの写真だともっとなんていうか綺麗な感じなんですけどね、昔は綺麗になったんですけども、今はこんな感じでだいぶねこの自然に帰ってますんでね、ここでの時刻見てみましょう。11時57分ほぼ12時ですね。矢倉沢登りの始まりです。そこそこ日が長くなってね、そこでもう12時でも日が伸びたおかげで16時過ぎまではなんとか明るいですからね、ってことはあとそうか4時間はありますからね、まあなんとかなるでしょう。いやほんとねこの冬の時と違ってちょっとね草が茂ってきてルートが、でも分かんないってことじゃないですけどね、まあ、これがもっとね季節が進むとやぶやぶになっちゃうのかな、どうなんでしょうね。そうこんな感じでしたね前回、ここは歩いてますよ。そう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 、よいしょ、まだねこ
構は道がはっきりしてるんですけどね、うん、この先にね厄介なね分岐があるんですよね。いきなり勾配はきついもんがありますね。まだ全然体がね登山モードになってないですからね。まあまだあと10分15分はかかりますね。あ、そう、これが東屋か。この東屋ってちゃんと使えるのかな、うん、見てみよう。少々傷んでますけれど、あ、ちゃんと大丈夫ですね、うん、この感じならね、まあ、ちょっとケツが汚れる覚悟あれば使えますね。ここで休んでてもしょうがないんで先行きますけれど、そう、この先のね分岐なんですよ。この壊れかけた倉庫ね、ここからね二手に道が分かれてるんですよね。この前12月に来た時うっかりこっち側行っちゃったんですよね。でも正解はねこっちなんですよね。そこの壊れかけた小屋を過ぎたらねもうすぐ沢に入っちゃうんですよ。もうあとこれをねひたすら上がっていくだけなんですよね。もういきなりハードコースですよ。あ、確かね少しね右に迂回っていうかこの歩きやすい道があるんでね、途中まではこのね岸の道行きましょう。こっちは本当にねマイナーコースですよね。小仏行きのバス乗っても日陰ってバス停で結構人が半分くらいかな降りたかな。だから日陰林道でこのテクテク歩いて城山、小仏城山でしょうね。まあバリエーションルートもありますけどね。あるいはね小仏までこの終点まで乗って、そこからね影信山なり、まあ、そこから城山とか、あるいはね高尾山稜、そう奥高尾山稜重走とかやるんでしょうけどね。この北高尾山稜関係はほとんどね人がいないっていうのがね、このねこの静けさがたまらんのですよ。マイナールートだけあってね、ほんとねいきなり濃厚ですよ。もういきなり丹沢って雰囲気ですよ。これも東京都八王子市ですからね。岸の道が終わってまた沢に合流です。本当ね足場悪いですね、まあ、この悪さがねまたね面白みでもあるんですよ。でこの前はねこっからねなんかあそこにね白いペイントがあんで道かなと思ったら違ったんですよね。もう これをねただひたすらこの沢をね上がっていくという、まあワイルドなコースですね。あ、てともねなんかこう道っぽいものがありますね。あ、でもそんなひどくは、うん、まあ先わかんねえ、行ってみよう。